大荒聖刀は、油中大荒聖刀族の越年層。別名に、諸葛菜、もう一つの別名の紫花菜は、紫色の菜の花の意であるが、単に菜の花に形状が似ているというだけではなく、実用面でも、野菜としての利用や種から油を採取する点などでも、油菜との共通点が見られる。このため、オオコフラムス族は、諸葛菜族、紫花菜族とも呼ばれる。 花大根とも呼ばれることがあるが、この名前は花の外観が類似したどうか花大根属のヘスパースメイトランディスにも与えられているため混乱が見られる。原産地は中国で東部に分布し、東北及び下北地区では普通に見られる。ヨーロッパ南部に帰化しているほか、日本では江戸時代に輸入されて栽培されたものが野生化し、全土で見られる。大荒製島の葉と、 花根小葉と茎株の葉は、うじょう、心裂し、木部は心形で、縁に鈍い挙子がある。上部の葉は長円形あるいは東卵型で柄を持つ。木部は耳状で茎を抱き、縁には不揃いの挙子がある。花は茎先につく、相乗果女で、薄紫色の花びらには、細い文様がある。花器の後期では徐々に花びらの色が薄くなり、 最終的には白色に近くなる。稀に白花もある。花弁は4枚が十字状につき、長さは角1から2センチメートル程度、先端に3ミリメートルの爪状の突起を持つ。湯髄は6本で花糸は白色、薬は黄色である。額は細長く、計3ミリメートルほどの筒状で花と同じく紫色。果実は先端に細長い突起を持つ、長角花をつける。 果実は4本の筋を持ち、内部に黒か試食の種子を多数つける。こなすと自然に避けて、開き種子を弾き出す。種子から芽生えたばかりの頃本場は陣型をし、寒さに当たり加賀が分化するとやがて切れ込みが生じる。2月頃から成長を始め、3月から5月にかけて、開花する。最盛期には50センチメートルくらいまで直立する、茎を伸ばす。 5月から6月頃に種子が熟し、自然に散布される。一年草だが繁殖力は強く、花が咲いて種が散布されると、翌年からは定着しやすい。新入生物データベース1によれば、日本には干渉用及び油を採取するため、遅くとも19世紀末には導入され、20世紀中頃から各地に広がった。 戦中から戦後にかけて星薬学専門学校の初代校長山口聖太郎が資金相と称して趣旨を広める活動をした。同族では他に帰化した種はないとされる。農地の拡大や都市化の進行によって一旦衰退した辻黒城町が20世紀後期になって都市部を中心に個体群を増大させたのは この蝶の食草として公的な大荒政党の分布拡大の影響が大きいと言われている。群生して開花する様はなかなか美しいため、庭などで栽培されることも多いが、道端や空き地でも普通によく育つ。若い葉は食べられるため、中国北部では野菜として栽培され、種子からは油菜と同様に油を採取することもある。ありがとうございます。